はい、えー、皆さんおはようございますここんんんにちはこんばんはば、えー、いよいよクリスマスも迫ってまいりまして、えー、こちらはもう外は真っ白でですね雪でね、えー、寒いですけど皆さんお帰りなくお過ごしでしょうか、えー、先週はですねあのイエス様のお誕生前の、えー、マリアに起こった出来事のことをお話しさせていただきましたけどね今日はねそのクリスマスの出来事と並行して、えー、起こっていたもう一つの出来事がありましてね それを聖書から共に分かち合って、アドベントの礼拝のメッセージとさせていただきたいと思っております。で,では早速、本日の聖書箇所を朗読いたします。新約聖書、ルカによる福音書、一章の5節から25節までですね、新共同訳聖書で、新約聖書の99ページですね、洗礼者ヨハネの誕生を予告されるという込み出しのところ、私がお読みいたします。 ユダヤのの王ヘロデの時代アビア組の妻子にザカリアという人がいたその妻はアロン家の娘の一人で名をエリサベトと言った二人とも神の前に正しい人で主の掟と定めを全て守り火の打ちどころがなかったしかしエリサベトは不妊の女だったので彼らには子供がなく二人とも既に年を取っていたさてザカリアは自分の組が当番で 神の見前で祭祀の務めをしていた時祭祀職のしきたりによってくじを引いたところ主の聖女に入って子を炊くことになった子を炊いている間大勢の民衆が皆外で祈っていたすると主の天使が現れ講壇の右に立ったザカリアはそれを見て不安になり恐怖の念に襲われた天使は言った「恐れることはないザカリアあなたの願いは聞き入れられた」 あなたのの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の見前に偉大な人になり、ぶどう酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から精霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。 彼はエリアの霊と力で主に先立っていき父の心を子に向けさせ逆らう者に正しい人の分別を持たせて準備のできた民を主のために用意するそこでザカリアは天使に言った何によって私はそれを知ることができるのでしょうか私は老人ですし妻も年を取っています天使は答えた私はガブリエル神の前に立つ者 あなたにに話ししかけて、このの喜ばしい知らせを伝えるる。たたために使わされたのであるあなたは口が聞けなくなりこのことの起こる日まで話すことができなくなる時がくれば実現する私の言葉を信じなかったからである民衆はザカリアを待っていたそして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていたザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかったそこで人々は 彼が聖書で幻を見たのだと悟ったザカリアは身振りで示すだけで口がきけないままだったやがて勤めの期間が終わって自分の家に帰ったその後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していたそしてこう言った「主は今こそこうして私に目を留め人々の間から私の恥を取り去ってくださいました」 はい、えー、ここまでにいたします、えー。今日のお話はですね、まあ先週のマリアのお話の直前にある出来事ですね。まあ、ここにザカリアとエリサベトという、えー、老夫婦が登場します、えー。エリサベトはですね、イエス様の母のマリアとはね、なんか親戚の関係にあったということがまあ先週の聖書の箇所の中にありましたよね、えー。マリアがイエス様を見ごもる直前に。 えー、親戚のエリザベトも子供を授かったんですよね。えー、その子は後のバプテスマのヨハネですね。イエス様に洗礼を授けた人物です。えー、ルカ福音書の1章はですね、イエス様のお生まれになった出来事とバプテスマのヨハネが生まれた出来事、これをこう何かこう平行に並べてね、この両者を何か比べるようにして文章がこう構成されているんですよね。 まあ、この新教の新聖書しついてますね太字で書かれている「こみ出し」を見るとね分かりやすいですけどね一、えー、章の5節のところからは「洗礼者ヨハネの誕生」予告されるでしょでその後ですね26節からのは、ね「イエスの誕生」が予告される、ね、予告がこう並行記事になってますよね。 またこのその後ね、三39節はねマリアがエリザベトを訪ねるとこのマリアとエリザベトこの両者ねそして46節マリアの参加ってありますねそして57節からのとこは洗礼者ヨハネの誕生とそしてその後ねザカリアの予言とそして2章に入ってイエスの誕生と。 何かこうイエス様とバプテスマのヨハネがね誕生へ至るまでの出来事がこう対比されてるというか、うん、あの天使によってね誕生が予告されたことも同じだしね、えー、そして、えー、あのイエス様とねバプテスマのヨハネ、えー、それぞれ誕生しますけれどねあのマリアはねイエス様が、えー、生まれるというこの身ごもった時にねマリアの参加 賛美があるわけですよねでザカリアはねあのヨハネが生まれた時この予言の言葉がねあるわけですよね何かこう両者がこう比較されながらというか、うん、そういう形でこう話が並行して展開されているわけですねただですね聖書はねあのイエス様に向かって記されてますからね救い主イエス様ですよ 主人公はあくそれなんだけれどそれなのにねあのルカ福音書の始まりはイエス様から始まるんじゃなくてバプテスマのヨハネから始まるんですよね。あこれはですねあのルカがねあのこの旧約聖書と新約聖書のつながりを、えー、私は意識してるっていうことを思うんですよね。あの旧約聖書のの、ね番,えー、番最後 えー、皆さん何書いてるかご存知ですかね、えー、開いていただきましょうかねマラキ書ですねマラキ書のね、一番最後3章の、えー、23節から、えー、24節にかけてですねここはねもう旧約聖書の一番最後のところですよ読みますよ見よ私は大いなる恐れるべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに遣わす彼は 父の心を子にこの心を父に向けさせる私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように、はいえー、ここの旧約聖書の文章このつながりあのルカはね意識していますねあの主が来られる前に預言者エリアが使わされるこの世が滅びてしまう前にということですね うん、旧約聖書はそう予言して閉じられているんですよねそこから、えー、新約のイエス様へとつながっていくんですけどねこの旧約聖書の一番最後の言葉予、えー、言者エリアが来るこれはバプテスマのヨハネのことだったということ、まあ、イエス様ご自身がねそのことをおっしゃってるんですよね、えー、とマタイのね、えー、11章を見ていただくとねイエス様ご自身が このバプテスマンのヨハネのことをねこのおっしゃってますよ、えー、マタイの11の13から「全ての預言者と立法が預言したのはヨハネの時までであるあなた方が認めようとすれば分かることだが実は彼は現れるはずのエリアである」はい、だからね、あのー、今日はルカですけどねルカ福音書のルカは。 預言者エリアのような人が来たその後にそに来られるお方というのがそれがその救い主そのものだとイエス様だということをまあルカは言いたいわけですよえだからルカはねあのイエス様のお誕生の出来事をその自分で書く時にねその前にまずバプテスマのヨハネの誕生を書かなければならないというかねうんそういう,こう使命を彼は感じていたんだと思うんです。 まあ、彼の聖書,館聖書館というかね、えー、イエス様の誕生は旧約聖書からつながっている出来事なんだということをルカは言いたいわけ。まあ、私、最近よく言いますけどね、旧約聖書、えー、創世記からマラキ書までね、そこで書かれていたことは、すべてイエス様の福音を目指しているんだということを私、よく最近言うかと思うんですけどね、ルカはそのことを意識してるんです。自分が書書く福音書 それを読んでくれる読者に対してねそのことを訴えたかったということですねだから創世記からマラキショまでそしてそこからイエス様へと、えー、神様がご計画されたその救いの御業もう壮大な神のストーリーですよねうん。 えー、そのことをルカは表したかったわけですよねそのために用いられた人たちが、まあ、たくさんいたんですそれがまあ今日のバプテスマのヨハネであってまたその父ザカリア母エリサベトであったということですね、えー、イエス様の福音がこの世に表せるために、まあ、彼らは用いられたまた私たちもね同じく、えー、その福音のために用いられる人でもあるということなんだと思います えー、先週私はねあのイエス様誕生の予告のお話から、まあ、始めたんですけどね、えー、今日は、えー、ちょっと戻って、えー、最初のバプティスマのヨハネのね、えー、そのお話をしたいと思っています、えー。イエス様の時もそうですけどヨハネの時もねあの父のザカリアのもとに天使が使わ,れて使わされて。 えー、誕生が予告されるんですよね、まあ、マリアもそうでしたけどねどちらも、えー、天使がそれぞれ、えー、神の言葉を告げ知らせるわけですけどね、あのー、この両者はですね神の言葉に対すする受け止め方がちょっっと違っていたんですよね、まあ、先週そのことをお話したかと思うんですけど、まあ、今週もそういうことにも注目しながら、えー、今日の聖書歌所を少し、えー、詳しく読んでみたいなと思います。 えー、一章の5節からですね、えー、ユダヤの王ヘロデの時代アビア組の妻子にザカリアという人がいたその妻はアロン家の娘の一人で名をエリサベトと言った2人とも神の前に正しい人で主の掟と定めを全て守り火の打ちどころがなかった、はいえー、ザカリアとエリサベトまあこの父と母の紹介から 始まっているわけですね、えー、ザカリアはアビア組の妻子だったと、まあ、アビア組っていうのはですねあのレビ族の中の一つのグループですねレビ族ってわかりますかねレビという人がいたんですヤコブの12人の子供の一人ですけどね、えー、12人の子供はその後の,あのイスラエルの12部族の、まあ、先祖になっていくわけですけどね このレす。この子孫はですねあの後のイスラエルの幕やあるいは神殿でのねその神礼拝の奉仕を仙人で任せられるようなそういう特別な人たちだったんですよねだからこうレビ族はねもう神に仕えるもう仙人の人なんで。 えー、生活のため,ために必要なものは全てですね他の十二部族の人たちが十分の一を互いに出し合ってですねそして、えー、レビ族を支えていくというまあ古代のイスラエルではそういうシステムがあったわけですけど、えー、まあそれを今のキリスト教会もね、えー、模倣して、えー、教会員が、えー、それぞれ、えー、献金を出し合って、えー、そして えー、牧師を支えて神の働きに専念してもらう、まあ、そういうあり方で、えー、教会の運営がなされているようなところも、まあ、あるわけですね、えー、でザカリアはですねそういうレビ族の子孫なんですでレビ族の中でアビアっていうグループの妻子だったということですねでもう一人、えー、この妻の方ですねエリサベトですけどねこの人はねまあアロン家の娘の一人だったって書いてますけど アロンもまあ祭祀の,の系統なんですけどねアロンっていうのはもうあのモーセのお兄ちゃんですよ、えー、アロンはレビ族ですねレビの子孫で,でもうアロンはあの祭祀の中の祭祀というかもう祭祀の先祖ですよで祭祀アロンの直系の子孫がですね、まあ、エリザベトっていうことなんですよねアロン家なんですアロン家というのはですね当時のこの えー、イエス様の時代ではですねもう名門中の名門なんですよ非常にステータスのある家柄なんですねだからエリザベトはですね、まあ、当時の世の中ではこの一目置かれる存在ですよアロン家の娘さんですからねそういう人なんですね、えー、それでこの二人はね、えー、六説ね二人とも神の前に正しい人で主の掟と定めを全て守り非の打ち所がなかったってねえ えー、妻子の良い家柄で、うん、しかも二人は火の打ちどころのない、まあ、非常に正しく清く生きているようなそういう二人だったということですね、まあ、先週はイエス様の母マリアのお話し,しましたけどねマリアはねあのちょっと評判の良くない町 <laughs>、えー、ナザレにいる、えー、貧しく、えー、無名な <laughs> そんな家柄もいい家柄ではない、まあ、ただの一人の娘ですね えー、それに比べるとバプテスマのヨハネの両親はですね、まあ、祭子の名門の家柄で、ねあのー、ずい随分恵まれていたそういう人たちということですよねただ彼らにはねちょっと悩みがあったようです、えー、7節ですね、えー「しかしエリサベトは不妊の名だったので彼らには子供がなく2人ともすでに年を取っていた」はい「火、えー、の打ちどころのない2人ということですけどこの2人には問題が1つあった」 えそれは子供がいいなかったととうことですね、まあ、今ではそれ,のそれほど問題にならないのかもしれませんけどね、えー、当時のユダヤ社会ではですね、まあ、結構これ大変なことだったようですね。まあ、彼らは妻子の家系ですよしかも非の打ちどころのないってそうえ言われていたような人、えー、それなのに子供がいないと当時はねあの子供がいないっていうことイコールですね何か罪があるからじゃないのか。 まあそういう考え方をするような人も多かったようです。神の見前に良いことをしているんだったら、良い行いをして正しく清く生きているんだったら、家庭は祝福されるはずじゃないか子供にも恵まれるはずじゃないかっていうね、うん、経済的にも恵まれて、すべて恵まれるはずじゃないか、うん、それなのにどうしてって。まあ、逆にね、神の見前に良いお答えを、良い行いを怠っているから。 だからあなたたちには悪いことがあるんだみたいなね、えー、当時のユダヤ社会ではまあそういう考え方非常に一般的だったようですねまあ今も同じですよねこういう考え方ね、えー、こういう論理で多くの宗教って成り立ってるようなところあるんじゃないでしょうかね、えー、キリスト教会でも一部ではねそういう宗教っぽい感じになっているところも見受けられますけどねまあこれ以上話すると脱線しすぎますので、えー、やめときますけども えー、妻子のザカリアと妻エリザベトにとってはですね、まあ、立場的に、えー、子供がいないというのは、まあ、世間からちょっと後ろ指を指されているような、まあ、そういう思いを抱いてもしょうがない、そういう状況だったわけです。だから彼らにとってはね、子供が与えられるようにっていう,こう願いですね、まあ多分この2人には大きな祈りの課題だったんだと思いますね、多分長いこと祈っていたんだと思いますね。 えー、そして時がたって2、えー、人は随分高齢になっていたようであります。えー、だけどね祈りが聞かれる時がある日突然来ちゃったわけですよ。あーそれはねあの祭司のザカリアが神殿で奉仕をしているその真っ最中だったわけですね。8、え、節、ー、からね。さてザカリアは自分の組が当番で神の見前で祭司の務めをしていた時。 彩色のしきたりによってくじを引いたところ主の聖女に入って子を炊くことになった子を焚いている間大勢の民衆が皆外で祈っていたすると主の天使が現れ講壇の右に立ったザカリアはそれを見て不安になり恐怖の念に襲われたはい、えー、当時彩色の人はねあの非常にたくさんいたようなんですよねでその神殿でどういう奉仕をするのか それはく時で決めていたようなんですよねでザカリアはねく時を引いたら香をたくという奉仕を任せられることになったということですこの、ね、奉仕はね当時非常に花形の奉仕だったようなんですよねあの香をたくというのはねあの祈りの代表者になるっていうまあそういう意味があったようなんですねこの十節にね香をたいている間大勢の民衆がみな外で祈っていた そうあるでしょ再職ならねもう一度はやってみたい憧れの働きだったようなんですよ。うん、これがね当たるのはねくじで当たるのは何かこう一生に一度当たるか当たらないか一生できないで再職を終えるような人もいるそういう仕事だったようなんですよねだからもうザカリアにとってはね人生最大の仕事と言ってもいいようなねもう再職としてのもう晴れ舞台ですよ。その 仕事がでで当たたっってしまとということですね、えー、そういう一世一代の何かこう晴れ舞台の、うん、そういう真っ最中に突然天使が現れたんだと、えー、ザカリアはまあ多分相当びっくりしたんじゃないでしょうかね恐れおの,おののいたようですねまあ当然ですよねでもあの天使はですねあのそういうあのびっくりしちゃっているザカリアをねあのに対して言うわけですよ。えー、13節ね天使は言った 恐れることはない。ザカリアあなたの願いは聞き入れられたあなたの妻エリサベトは男の子を産むその子をヨハネと名付けなさいその子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる多くの人もその誕生を喜ぶ、はいえー、天使はねあのザカリアとエリサベトが多分長い間祈ってきたことがねいや君たちいよいよ神様に惹かれる時が来たよっていうことを伝えに来たわけですよ。 えー、ザカリアはまあ神殿で、えー、祈りの代表者として、えー、民族を代表して祈っているんですよそういう重大な働きをしている時にね天使からそのことが告げられるってまあ驚きですよね、えー、ザカリアはね、まあ、多分この時相当な高齢ですからねあ多分ねあの自分たちが祈ってきたっていうこともうん 多分もう半分諦めていたんじゃないでしょうかねえー、祈りが聞かれるってねあのすぐにあの祈りが聞かれる時もあるしまた半分忘れかけたような時に祈りが聞かれるっていうことも、まあ、あるっていうことなんでしょうね、えー、この神殿で甲をたいて祈っていた時にザカリアはねあのそんな自分に子供もがあ与えられますようになんて 祈ってないなはずですよねこの神殿での奉仕をしている時は自分のことなんて間違いなく祈っていないですよね <laughs> 祈っていることはイスラエルの民族を代表する祈りだからねだからこの私たちユダヤの民にあの救いを与えてくださいっていうそういうことだったんだと思いますねまあ当時このイスラエルはねーローマ帝国に支配されていてねもう植民地政策が取られていましたからね だからユダヤの人たちはもう非常に虐げられてですねもう誰もが苦しい思いをして生活していたわけですよねだからもう早くこの圧迫から解放されたいって皆がそう本当に思ってね願って、えー、救いを祈っていたということでしょうね、えー、ザカリアはあ神殿の中でね子を炊くんですそして祈るんです、えー、そして神殿の外ではね、えー、その子を焚いている えー、祈っているザカリアの祈りに合わせてまた多くの人たちが同じ救いをね、えー、求めて祈っていたわけですよそういう時に天使が現れたんだとそして、えー、イエス様をねイエス様の道備えをする、えー、バプテスマのヨハネがこの世に生まれるっていうことが告げられるんですね、えー、ザカリアのね あの子供が与えられますようにって若い頃から祈っていた、えー、祈り、えー、それが叶えられるっていうことにもな,なるんですけれどもねでもねあの私思うんですけどこの時祈っている祈りあのみんなで祈っている祈りこのイスラエルの人たちのための救い、うん、そのことも叶えられることになるっていう。あのー バプテスマのヨハネはね予言者はエリアなんだっていうこと、うん、でエリアが来るということはその直後に、えー、イエス様が来られる、えー、旧約聖書の一番最後にそのことがはっきりと予言されていたからですねだから、えー、バプテスマのヨハネの誕生はですね多くの人たちの喜びになるっていうそういうことですね、えー、続けますね十、えー、5節ですね 彼は主の見前に偉大な人になり、葡萄酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいるときから精霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。はいまあ、生まれてくるバプテスマのヨハネが。 成長してどののよううなな人になるのかっていうこといこ、まあ、天使はそれをあらかじめ告げるわけですね。まあ、彼は神に用いられる非常に優れた人になっていったわけです。えー、強い酒も飲まずにっていうのはね書いてますけどねこれはもう、えー、神様にもう全てを捧げて生きる人だっていうそういう意味ですね。えー、ヨハネはねあのイスラエルの民を、えー、神である イエス様に、ね、こう立ち返らせるそういう使命を持って、えー、この世に生まれてくるということですね、えー、イエス様の福音というのは、ね、あの父なる神様と、えー、子である私たち人間の関係をその回復させるためにあるわけですね、えー、神様に背いて生きている罪ある私たち罪人、うん、この私たちに、ね、正しい人としての分別を持たせる それは、イエス・キリストを救い主として信じる、そのことによって実現するわけですね。その道備えのために、えー、バプテスマのヨハネは、この世に生まれてくるということですね。えー、ここのね、十七節はね、これもルカがね、明らかにね。あのマラキ書のさっき読んだ一番最後の御言葉。意識していることがわかりますよね。 えー、天使の告げられたことに対してね、えー、ザカリアはねちょっと反論めいた感じで応答するんですよね、えー、先週も言いましたけどね18節ですねそこでザカリアは天使に言った何によって私はそれを知ることができるのでしょうか私は老人ですし妻も年をとっていますまあ、先週お話したところですね、えー、ザカリアはですね天使から告げられたことがこうにわかには信じがたいわけですよ それが本当のことななのか確信が持てないわけそれともね、今自分が見聞きしているのは何か夢の中の出来事なのか、もうそんなふうに思っていたかもしれないですね。もう訳が分からなくなってるわけですよ。またね、この時ザカリアはねあ、さっきも言いましたけど、もう祭祀の晴れ舞台ですよ。神殿でこう炊くなんてね、そんなことね、できる人、あの限られてるわけです。うん、そういう、こう、本番真っ最中ですよ、その働きのね。 色々ね多分なんかこう所作とかもね事細かな決まりがあったようですからねあのー、その神殿での働きちゃんと自分ができているかってそれちゃんとできないとあの当時の理解ではねあの神殿でこういい加減なことをすると神から打たれて死ぬみたいなふうに思われていましたからねだから重要な任務を果たしている最中ですよねそういう時に天使がそういうことを、えー、言ってきたらねもう頭混乱していてね もう半分パニックのようになっていたのかもしれないですねだからその天使に、えー、そういうこと言われてもね簡単に信じることなんてできませんっていうことですねだからもうあの何によって私はそれを信じることができるそれを知ることができるんでしょうかってねまあこれ、うん、あの言い方変えると「神様あなたの言葉だけじゃ私は信じられませんよ」って、うん、信じられるように何か印をくださいって。うん それがあったらあ信じて見ることができる。まあそういうことを言い出したわけです。これね、あのザカリアはね。不信仰っていうことなんでしょうかね。うん、ここのね。今日のこの聖書の言葉ね。あのとても引っかかるんですよね。うん。あの不信仰だからだと評価する人たちも多いようですね。ここの聖書箇所ね。 あの先週のマリアのお話ではねあの天使がマリアに、えー「あなたはイエス様を身ごもっているんですよ」って告げられた時にねその神様の言葉に対して、まあ、マリアも反論っぽい言い方しているようにこの読めましたよね一、えー、章の34節のとこね、えー「マリアは天使に言ったどうしてそのようなことがありえましょうか私は男の人を知りませんのに」。 まあここはねそういう反論っぽい言い方否定的な言い方じゃなくてあーなんかそんなことあるわけないじゃないですかみたいなそういうふうにこうマリアは言ってるんじゃなくてねそのそのののこことはどのようううにししてて起こるのでしょうかってい何かこう神様にちょっと期待するそういうニュアンスでね言ってるんだっていうことを、まあ、私お話したかと思うんですよね。だからこの あの不信仰の言葉じゃないんだっていうことですねあの先週のマリアのところはねうんで今日はザカリアですけどねまあザカリアとマリアではちょっとあの天使の,あの予告に対するあ応答があちょっと違ってますけどねえー、まあザカリアはね不信仰だったのかっていうことですねそこが引っかかりますねあまあ聖書をちょっと続けましょうええー 19節からね天使は答えた「私はガブリエル神の前に立つ者あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせをつ伝えるために使わされたのであるあなたは口が利けなくなりこのことの起こる日まで話すことができなくなる時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである」はい、まあここ皆さんどういうふうに考えますかねザカリアが不信仰だからだから神様からの罰を受けたんだと。 まあそういうういことなんでしょうかね、えー、因が応報的に考えられる方はね、えー、まあそういう宗教がお好きな方はねまあそう捉えるんじゃないでしょうかねあ口がきけなくなるのはこの,、えー、このザカリアの自業自得なんだとあザカリアが悪いと彼の不信仰だからだとこういう不信仰でいてはダメですよまあそういうメッセージもすればできるのかもしれないけど まあ、私はそういうメッセージする気さらさら今ないんですね。えー、口が聞けなくなるってね。まあ、簡単に言えばね、言えますけど、あの実際にね、口が聞けないってつらいことですよね。あの、昔ね、何年か何十年前かな、あの、今の上皇后様ね、えー、かつて、えー、非常に心を痛められてね、声が出ないっていう失語症、うん、そういう、あの、 ことを患ってしまったって痛ましい出来事ありましたよねいや辛いと思いますよ相当ザカリアねあの私もですねあのだいぶ昔ね、えー、教会に来た頃、えー、耳がほとんど聞こえなくな,なったことがありましてね、うん、その時あのこの聖書箇所を読まされたんですよねザカリアのねこの時の気持ちあの考えるとね えー、私はその時ねなんかこう非常につらかったんですけどザカリアもつらかったんだろうなっていうことを思ったんですよね、えー、その時はね私の時はね、あのー「あなたがそういう病気になるのは何か罪があるはずだ」まあ当時の教会に来ていた人たちうんまたお隣の国から来た偉い牧師さんとかね えー、因果王法的なキリスト教の方々にね私相当、えー、ダメ出しされたんですよ <laughs>、えー、あなたの信仰がダメだからだからあなたは今苦しんでいるんだってね、まあ、なかなかつらいですねうん妻子ザカリアもね多分つらかったと思いますよあの口が利けなくなるというのはね、えー、彼にとってはもう再子職を失うかもしれないっていうね まあそういうもう非常に大変な出来事だったんだと思うしかもねあのー、彼はね周りからはね非の打ちどころのない人だって思われていたじゃないですかその人が突然口が聞けなくなると、まあ、障害を負うっていうことですよね、うん、じゃあ周りの人たちはそれに対して何を思うかな当時のユダヤ社会ではそういう障害を負うっていうことはね何か罪があるはずだって何か汚れているからだ うん、そういう疑いを持つそれがユダヤ社会の当時の常識だったわけですあれはつらいですよねこのザカリアのね口が聞けなくなるっていう出来事私最初に読んだ時ねこれはねあのザカリアの不信仰に対する神様からの罰だってまあそんなふうに私読んでいたんです一番最初の頃ね聖書読んだ頃ね 今は私そういういい聖書の読み方でできないですねザカリアのねこの「何によって私はそれを知ることができるのでしょうか?」っていう言い方これはね私不信仰じゃないと思うんですよね彼の不安な心の表れなんだと思います不信仰じゃなくて不安だと思いますねザカリアは天使のお告げにね戸惑っただけなんだと思うこんなの不信仰だと 神の罰だってああ皆さんそういう風に言い切ることできますかね他人のことをねすぐにそういう眼鏡でねあの見てねあの勝手に見極めて裁くような人いますけどねそういう人はねいつかねそういう眼鏡をね自分自身でかけて自分自身でねそういう眼鏡をかけて見るようになるんですそうするとねめちゃくちゃ苦しいですよ自分のことが苦しくなるんですよ 同じ論理でね、自分自身を傷つけてさばいていくようになります。それはね、私はあまりね、お勧めしないですね。やめた方がいいと思いますね。あの、私はね、あのマリアもそうでしたけど、ザカリアもね、不信仰じゃなくて不安だったんだと思います。うん、ザカリアは決して信仰がなかったわけではないんだと思う。 あの信仰ってね、あのー、すごい宗教的な人というか熱心な人はね信仰って0か100かどちらだってそういうふうに考えるんです白か黒どちらかだってそういうふうに考えがちなんですけどね信仰はね0か100じゃないんですよ、うん、30の時もあるし70の時もあるんです白い時もあるし黒い時もあるかもしれないけど 少し黒みがつかったグレーの時もあるし少し白っぽいグレーの時もあるんだと思うんですねあのイエス様がですねあの弟子たちと一緒にあの船に乗って湖にあの上に出た時にですねその時嵐になったって記事あるじゃないですかで船が揺れ出してね波にこう飲まれそうになって溺れそうになったと、まあ、その時イエス様はですねあの 寝てていいたっていうやつですよで弟子たちがねあその時おっかなくなってイエス様を起こしてね「先生どうして寝てるんですか?」って「私たち助けてくださいよ」って「溺れそうじゃないですか?」って、えー、イエス様にそうお願いしたらねあのイエス様がね言ったことは私とってもこう心の中にいつもあるんですよね。なぜ怖がるのかこののかこ後ね信仰の薄い者たちよ イエス様はそうおっしゃったんですよね。イエス様はね、信仰のない者たちよって言わないんですよ。不信仰な者たちよって叱らないんですよ。なぜ怖がるんだ信仰の薄い者たちよって。うん、あのー、ね、私ね、信仰って100か0ではないと思うんですね。白か黒でもないと思うんです。うん、強いか弱いか。 うん、それにもいろいろレベルがあるんだと思うんですよねその時その時にその数字って動くと思うんですよね30が70になったりあるいは逆に70が30になったりだけど0にはならない、うん、私そういうふうに思うんですよねだって信仰って神様からのギフトだからねあの不安なザカリアはね天使にねあのお願いしましたよね あの何によって私はそれを知ることができるんでしょうかって「うん、印をください」っていうことをリクエストしましたよね。あの天使ガブリエルはねそのリクエストに対してねそのその印っていうのはねザカリアの口を聞けなくさせるっていうそういう印を与えたんだと思うんですね神の言葉はね。 必ずなるっていうことがそのことをザカリアに分からせるために、印を与えた、そのしるしは、口が利けなくなるという出来事だった、ということじゃないですかね。神様が私たち人間に与えられる印っていうのはね、私たちがいつも望んでいる、憧れている、そういう良いことばかりではないんだと思います。病気が癒されるとかね、お金持ちになれるとかね。まあ、キリスト教の方々にはね、 そういうことばかりをこう追い求めている方いらっしゃいますけどね、印るし不思議、奇跡って、いつもそういうことばかり言っている方いらっしゃいますけどね、<laughs> あまあそういう方はね、逆に病気になったらな、なったらね、ほら見たことが神の罰だって、お前には何か罪があるはずだ、ってもう根、ね、掘り葉掘りねあの、罪をあら探ししてですねあの、他人を裁くような、そういう方々いらっしゃいますけどね。 印っていうのはね私たち人間にとって心地よいことばかりじゃないと私は思います時には私たちにとって望ましくないような、うん、そういうことも印として与えられるようなこともあるんじゃないでしょうかねこのザカリアのようにね印が与えられることで神様の愛が救いのことがよくわかることがあります 印を通してね、真理の福音が見えてくる、うん、そういうこともあるんですよね。神様のなさることは、人間の思いをはるかに超えて深いということを思わせられます、えー。ザカリアはね、この印が与えられたとき、まあ、口がきけないから、沈黙するしかないわけです。彼は沈黙している間にね、相当いろんなことを考えたんだと思いますよ。 まあもちろんね、あの自分に何か罪があったんじゃないのかとか、そういうこともね、考えたかもしれないですよね、あ,のあれが足りなかったんじゃないのかとかね、祭祀として、自分はこれができていなかったんじゃないかとかね、えー、これは神からの,その罰なんだと、そんなことも考えたんでしょうね、えー、そしてね、もう口がきけないから、祭子の仕事ももうできない、まあ、そんなことも思ったんじゃないでしょうかね、非常に苦しんだんだと思います。 でも、ね、そういう沈黙の時を通してですねあのザカリアはですね神の言葉は時が来ればね必ずなるということ彼は身をもって知ることになるんですよね、うん、そのだから沈黙の時というのが時に必要な時もあるということですねまあその後エリザベトはバプテスマのヨハネを産むことになるんですけどね、えー、その直後 ザカリアは口が開いて、まあ、しゃ喋ることができるようになるわけですよね。そうすると、あのー、この、ね、ザカリアが、あのー、精霊に満たされて予言をするんですよね。えー、ここも見ましょうかね。えー、ルカの一章の67から、えーですね、このザカリアの予言っていうところをちょっと読みますね。父ザカリアは精霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ。 イスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角、しもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。 これは我らの父、アブラハムに建てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯、主の見前に清く正しく。幼子よ、お前は糸高,高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え。主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。 これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって、高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れのにいた、はいえー。ザカリアはね、えー、自分の息子ヨハネがね、 神様の救いの技に用いられるということをね言うんですよねまあここにはね、もうザカリアは不安な思いないですよね、うん、薄かった信仰の人だったけれどもしかし神様によってこの信仰が熱くね、こう高められている、うん、そんなザカリアの信仰の様子、ね、この予言の言葉からも感じ取ることができるんじゃないでしょうかね えー、口が聞けなくなるっていうことは非常につらい出来事だったけれどもそれは世の人たちからは後ろ指刺されるような「あなたの罪が原因であなたはそんなひどい目に遭ってるんだ」みたいにそんな傷つくようなことを言われたのかもしれないけれどもしかし、うん、この印はね口が聞けないという印はその後ザカリアの信仰のために必要だった神の恵みの あれあら現れのためにねこの必要な出来事だったんだということを思うんですね、えー、あ今日の聖書箇所ねまだ最後まで言ってないので最後まで読みましょう、えー、21節からね民衆はザカリアを待っていたそして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていたザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかったそこで人々は 彼が聖女で幻を見たのだと悟ったザカリアは身振りで示すだけで口がきけないままだったやがて勤めの期間が終わって自分の家に帰ったその後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していたそしてこう言った主は今こそこうして私に目を止め人々の間から私の恥を取り去ってくださいましたはいまあつっ 口が聞けないザカリアの様子を見てね、えー、民衆はね、えー、ザカリアには神殿の中で何かあったなっていうことを察したようですよね、えー。口が聞けないザカリアはね、まあ多分意気消沈してね、家に帰ったんだと思いますけどね、えー、エリザベトが身ごもっているっていうこと、わかるんですよね、えー。そしてね、今日の御言葉、一番最後にあるね。 えー、主は今こそこうして私に目を留め人々の間から私の恥を取り去ってくださいました」って書いてますね。まあここにね当時のユダヤ社会でねあの女性に子供がいないということがね恥だっていうふうに思われていたっていうまあ当時の人々の何かこう暗黙の常識というかうそういう社会の、えー、人々の えー、重い気持ちというのがねあの考え方というのがエリザベトの言葉から分かりますよね、えー、ザカリアとエリザベトがですね若い頃に祈っていた祈りがまあ聞かれる時ですねバプテスマのヨハネが誕生します、えー、それはね神の御子であるイエス様がこの世に来られる日が近づいているということでもあったわけですねヨハネのこの誕生の出来事を通してですね、えー、神様は えー、ザカリアまたエリザベト、えー、この人たちの,その薄かった信仰をね、あのー、強めてくれたっていうことですねその強めるのはね自分の力によるわけではないんですよ、うん、信仰というのは神様からの賜物だっていうことそれは旧約時代もまた今の時代もいつも変わることがないんです信仰は神様からのプレゼントです、うん 30の信仰が70に強められるっていうそういう神様からのプレゼントがあるわけですよね、えー、私たちもまたそうなんだと思います、えー、私たちはねあのザカリアがそうであったようにですねあの不安になることがありますねどれだけ信仰を持っていてもねしかし不安になることってあるんです不安な気持ちっていうのはねそれは良くないことだ それは不信仰なことだまあすぐに決めつけるようなそういう,こう考え方もありますけれどもねしかしね不安にならないとわからないことってあるんですよね不安だからうんですよね不安になるからこそ神様の恵みがわかるっていうことがあるんです神様が「 この私の私信仰を高めてくださるそれは神の憐れみによってなされる神様からの一方的なプレゼントであります。だからね不安って非常にネガティブなイメージ私たち持つんですけどね。でも神様はそういう私たちの欠けた部分も用いられてですねそれを益に変えてくださるっていうことじゃないですかね。それはザカリアがそうであったということから。 ああそのことがかかるんじゃないでしょうかね不安なザカリアを通して神様は救いの見業をイエス・キリストの福音をですねこのように一歩前へ前進させました、まあ、何かにつけ私たちはすぐに不安に思ってしまうものですけどもね神様はそういう私たちにそういう薄い信仰の私たちを用いて何かことを成してイエス様の真理の福音をこのように 争うととしておられるのだと思います、えー、イエス様のお誕生の前、アドベントの時に、えー、世の多くの人たちは不安に思っていました。彼らは救いを求めていました。それは今も変わらないんじゃないでしょうかね。クリスマスだけど世の中を見れば不安なことばかりであります。しかし不安はね、神様の救いの技の始まりとなるのであります。皆さんの生活の中にイエス様の救いの技が 起こされるよううにに神の恵みが表されるようにお祈りいたしますイエスキリストの父なる神様あなたの皆を褒めたたえますえー、今日も命のパン神の御言葉を本当に感謝いたしますえー、今日はバプテスマのヨハネ誕生の前の、えー、お話を皆さんとご一緒にいただきましたえー、非常に不安な思いで、えー、恐れにあったザカリアに 神様あなたが天使を使わされた出来事を今日読みました天使はあザカリアに印を与えて、えー、神様あなたご自身の御心を、えー、ザカリアに悟らせられました、えー、神様あなたの救いのご計画の中に、えー、様々な人たちが用いられたことザカリアも用いられたことを今日の聖書箇所から教えられます えー、不安の思い、恐れの思い、えー、そういう思いで支配されているのが、私たち人間の常でありますけれども、あなたは私たち、圧迫されている私たちを解放してくださるために、えー、イエス様をこの世に使わせてくださったことを、救いの道を開いてくださったことを感謝いたします。 えー、救いの出来事のために、えー、ザカリアが用いられたようにまた名もなき私たちでありますが私たちも神様あなたが用いようとしてくださっていることを覚えます、えー、私たちには不安がつきものです、えー、人生は逆風のような時ばかりのような気がします、えー、災いだと思えるような出来事がたくさんあります、えー、恐れと不安をいつも持つものでありますどうか見たまなる神様 どうかこの私たちを憐れんでくださってどうぞ救い主イエス様あなたを見上げていつも歩むその霊的な目をどうかいつも持たせてくださいますように災いと思えるような出来事の中に神様その中に神様からの印があるということ私たちが捉えることができるようにそこの中に神様あなたの御心を知る チャンスがあるということをどうぞいつも覚えることができるようにしてください。神様、あなたは私たちを裁くお方ではなくて、えー、罰を与えるお方ではなくて、救いを与えてくださるお方であるということ、それがあなたの御心だということ、いつも私たちに覚えさせてください。えー、あなたのその恵みの中にどうか私たちをいつも行こわしてください、えー。私たちの信仰の源である神様、 ああ不安の中に、えー、私たちが沈黙してしまうようなその状況の中にあなたがいつも共にいてくださることこの信仰の薄い私たちにあなたが憐れんでくださって、えー、信仰を強めてくださるあなたはそのようなお方であるということをいつも信じさせてください、えー、どうかあなたに信頼を寄せて、えー、あなたに信頼を寄せる地境がますます広められることとなりますように心からお願いいたします えー、アドベントの礼拝感謝いたします、えー、愛する皆さんと心を合わせてこの祈り尊き救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメンはい、えーえー、皆さん、えー、お祈り心を合わせていただいてありがとうございます、えー、では皆さんも各自で、えー、それぞれ神様に向き合ってお祈りをしていただきますようお願いいたします。 えー、不安な思いをもね神様は用いてくださいますからね、えー、どうぞ駅に変えてくださる神様にどうか信頼を寄せて、えー、神様にあなたの今思っていること不安の思いも何もかにもどうぞ全部打ち明けてください、えー、神様の御心が皆さんそれぞれにあります、えー、皆さんそれぞれに用意されている神様のご計画が必ずありますから。 あその御心は必ずなるということそれは祝福の計画の中にあるその神様の御心だということをですね覚えてどうぞあ求めてお祈りをお願いいたします、えー、では皆さんしばらく、えー、神様に向き合ってくださいどうぞよろしくお願いしますまた後ほどはい、えー、それでは祝祷させていただきます軽く神戸をおたれください 主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が三顔をあなたに向けて、あなたを照らし、あなたに恵みを与えられますように、主が三顔をあなたに向けて、あなたに平安を与えられますように、仰ぎ恋願わくは救い主イエス・キリストの身恵み、父なる神のご愛、精霊なる神の親しい豊かなお交わりが、 今日礼拝を共にした私たちと私たちと交わりを共にする全ての皆様の上にまたそのご家族の皆様の上にまで常しえに豊かにありますようにアーメン。あメン。はいありがとうございましたえー、来週はいよいよクリスマスの週になりますね えー、クリスマスの恵みが皆さんにありますように、えー、祈っています。えー、2023年もね、えー、あとわずかですね、まあ、なんかあっという間だったような気もしますけども、えーまあ、年末ですけど、皆さん、年末感は感じておられますでしょうかね、えー、私は何かまだ、何かそんな実感あんまりないんですけどね。 あーこの今週あたりからそういう感覚になってくるんでしょうかね、えー、忙しく、えー、皆さんもお過ごしのことかと思いますけど、どうか皆さん、週にあってどうぞご自愛いただきまして、えー、クリスマス、また年末の時神様の御手に守られてどうぞお過ごしになられますように、えー、今日もありがとうございましたは、また来週お会いできれば嬉しく思いまますありがとうございいししたた失礼いたします。